心者のための証券会社の選び方、うん、今更そんなんいらんよっていう人もいるんですけど、まあ、でも最近事情が変わってきましたね、まあ、そうなんです。あのなんでこれ選んだかっていうと、うん、昨年の末あたりからちょっと、うん、手数料でちょっとごちゃごちゃ、うん、あの証券業界が動きがあったので、ね、まあ、信用手数料0円とかって、はいはい、でね、うん、調べたら前に2017年の6月のニコ生で、うん、これのもう一回一つ前 の、うん、あのテーマでやってテーマでやってて、それをまあ資料を持ってきてちょっと 今用に改変して、うんうん、まあ、今日発表っていうことなんですけど、なるほど、これはどうやったらかちょっとこれよく、あ、これね、うん、はい、で証券会社はまあたくさんありますと、いっぱいありますよ、皆さんどれを使ってるのか知らないんですけど、うん、はい、まあいろいろありますよね。 SBI がね今何かと話題ですけどね。 SBI 話題なの、まあ、何かとやっぱり SBI も無料化するぞって言ったってことです。そうなんです、はいはい、それは私、まあ、始まってないから、ね、まだ情弱でございますはい、でまあそんなたくさん証券会社はまあたくさんありますと、はいはい、でその中からまあ1つ2つ、はい、まあ3つ4つ選んで口座を開設していくわけですが、はいはい、はい、基本としては、基本は、はいはい、まず信用口座作ってください、はい、あのよく株始める方で、うん、なんか信用取引は怖いとかっていう方が、はい、まあ、今はあんまり聞かないんですけど、まあ、そうですね、あの 4,5 年前まだザクザクいたんですなんか信用は怖いとかっていう人がいて、はいはいはい、でそうじゃないですよと、うん、あの信用口座っていうのはすごく、まあ、メリットありますよと、うん、はい、要は管理ちゃんとしてればもう超お得ですよ、うん、っていうことをまあここで言いたいと、はいはいはい、なぜかっていうとまあ余力が増えますと、増えます、多く注文ができます、うん、で手数料が現物よりも割安でございます、うん、この2点、ね、注文が可能ってことは要は差し値でいっぱいバーッと差し値をいっぱい貼ってどれか当たればいいなみたいな発注ができる、あの例えば深いところで10銘柄待ってて約定するのは2つだとかっていうやり方は現物口座だけだとどうしてもあの資金量が少ないとうまくいかないので、そうですね、そのお金が、はい、少ないとあっという間に終わっちゃいます、終わっちゃいます、うん、はい、で貼れる数が少ないので、うん、はい、信用口座開いてくださいと、うん、はい、はい、でまあそれがまあこういう感じで、はい、資金量の約の3倍の注文量で実際に約定させるのは資金量のまあ 75% とか 80% 程度にするよっていう、まあ自分なりのルールを決めていただいて、はい、この余力をうまく使ってます。この余力フルフル全部成り行きで突っ込むみたいな、そういうのはあのそれは信用の怖い面なので、うん、あの誘惑に負けずにちゃんと管理してください、うん、はい、それやっちゃうとね、お衣装とかになってくるので、はいはい、ね、あ、怖い、うん、そろそろお金なくなったよ、はい、メールが飛んできちゃいますからね、はいはい、お衣装の話って今聞かないですよね、もう、ね、昔はね、よくあの、ね、無茶する人が多かったんで、はい、お衣装の話とかよく聞くんですけど、はい、最近はそういう人は少なくなってきたので、はいはいはい、まあ、こういう感じで、まあ、資金量300万だったら、うん、まあ、3倍の1000万ぐらい の、はい、うん、あの差し値は入れられる、で実際約定する深さだと、うん、まあ、3分の1か3分の2ぐらい約定するようなルールにしてしまうっていう感じで、まあ、あの調整するっていう感じでございます、うんうん、まあ、これが使い方とね、はい、で次にバカにできない取引です、はい、まあ、今回あのこのテーマを持ってきた理由として、うん、あの信用取引手数料が無料、はい、無料ですね、もう無料化します、無料っていうのがいっぱい、はい、うん、で無料じゃないところをちょっと羅列しました、はい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 、ごめんなさいね、はいはいはい、で、これちょっとここハテナのところちょっとインターネットでちょっと調べたんですけど、はい、私がさーっと見た限りちょっと発見できなかったっていう項目なので、はい、ここはこうあの勘弁してください、はいはいはい、で GMO が35万円の銘柄を行こうと思うと240円、はいはい、SBI だと180円、はい、楽天だと180円、はい、マネックスも190円、うん、ああ岡さんも300円、うん、っていう感じで、まあ、あの基本的に取引するだけで、まあ、かかって、うん、しかも金利がかかります、はいはいはい、いう金利が分かんなかったってことですね、あ、そうそう、金利の値段、ああのパーセントがちょっと探して、うん、あの私の目の中にピッと入ってなかったので、はいはいはい、ちょっとどっか秘密の場所にある多分どっかに書いてありますね、どっかには書いてあると思うんですけど、うん、その手数料とね、うん、別のところに書いてあることが多くて、あ、そうですね、なんか分かりやすくまとまっているところは少ない、ね、そうなんですよね、自信ある人はみんなまとめて書いてあるんですけど、自信ないところはちょっと奥に行って置いてる、はい、
そうですよ。はい、立場内証券はもう一緒に並べて書いてます。自信あるから。自信あるんだ。で、まあ、手数料基本まあこれ要は買う、うん、立てるだけでこの値段がかかって、うん、はい、戻してもらうだけでまたこんな値段がかかる、うん、ね。売って買ってするだけで480円持って帰っちゃいます、ね。はい、持っていかれます。うん、でそういうのがドン。ド無料ですね。無料になります。いいですね、はい。ライブスター、SMBC、AU 株コム、立花 E 証券。はい、で金利がまあこんな感じですね。はいはい、これも英雄でございますこの4社、ね、はい、今のところ私の中でありがとうございます、はい、ね、はい、まあ、まあね、カプコムさんちょっとまあ金利は高いんですけど、うん、まあカプコムさん API あるので、API ハッチできるのでまあこのぐらいのコストはまあいいのかなとかっていうのもまあ結構あるので、そうですね、はい、まあ、1日信用だとっていうのはだとまたちょっと増えるんですけど ね、 あ、まあ、これは1日信用じゃって持ち越しでっていうのもあれ、はい、OK、 そうです、はい、こういう感じで、もう最近は手数料、うん、基本0円のところがたっぷりありますので、はい、あのシステムトレードをする場合はあのもう、もう間違いなくこのトレード、はい、間違いなく手数料無料のところに行くべきでございます。うん、はいはい、どう、まあ、まあ、これね、単純比較ね。はい、単純比較で、上から順番、基本が0000、うん、はい、で、これ、丸証券ってあの、まあ、お金がかかる証券、ね、お金かかる証券が、うん、まあ、200円、片道200円で、ね、まあ、金利が 2.5% だった場合の、まあ、うん、年間コスト、はい、で、1日5銘柄仕掛けます、はい、1銘柄35万上限で、1日5銘柄、うん、平均 2.5 日持って、うん、年間取引回数が1250回だと仮定した場合、うん、このぐらいのコストがかかります。57万も持ってっちゃうんですが、はい、で、それがまあE 証券4万ね、4万10分の1以下じゃないですかこれ私の計算が間違ってなければなんですけど、金利の計算が35万円かける 1.6% の、はい、365割の、うん、2.5 日保有かけてます、はい、はい、そういう単純な計算方式なので、うん、はい、一応単価がこっちに書いてあります。そうですね、はい、単価で言うと1日15円、うん、はい、まあ15、まあ、これだったら切り上げて16円になるのかしんですけど、うん、はい、その辺の細かいのはちょっと証券会社さん用になんかルールがあると思って、うん、はい、こんな感じでございます。はい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 、何しろ無料じゃないとやってらんないわっていう、はい、もう年間にすると結構な金額なので、丸証券の単価は金利分だけの計算ですか、うん、これですか、金利分だけの計算でございます。はい、ここ の、 あの SMBC のとこと同じなので、うん、SMBC の金利が 2.5 なので、うん、同じ感覚の計算になってますね。はい、もう立花E証券の安さがもう光りますね。光ってる、うん、俺まだ口座開設してない。してないですか。してないの。あれは、あの、いや、それまでもうライブスターと SMBC でいいわって思ってずっとそのまま来てたの、はいはい、で、ちょっとこう、あ、手数料0円化が進んできたから、うん、ちょっと一回リニューアルしようかなと、うん、あの口座の資金の分配をちょっと一回変えるべき時期かなと思ってちょっと今考えています、うん、いや、でもこの立花E証券は本当にいいですよ。いい、あの、いい、要は SMBC だと結構買えない、信用で買えない銘柄がいっぱいあるんですよ。それやばいからやめてくれっていう、うん、そう、はい、多くて思ったような仕掛けられないんですけど、はいはいはい、あのライブスターと同等、全くほぼ同等ぐらいの数いけますから、いけます。あ、そう。そうそう。うん、そして、なんか証券会社の中の人の話を聞いたところ、はい、立花E証券はもう安くするためにすごい経営努力をしてて、普段のだってさ、これさ、結構アクティブに取引する人が年間5万円しか落とさない。そうです。ただ要は他の証券会社はそのさまざまなデータとかを、とか、あの指揮法のデータを入れたいとか何とか入れたいって、その証券会社にログインするといろんな情報が入ってて、すごい使いやすいものやってますよね。今日なんかの理由で下げたとか、今日なんかの理由で上げたとかいうやつ、ね、あれデータ買ってくると相当なコストかかってるんですけど、そういうのを一切ブワンと、あれいらないです、いらない、発注っていうか、まあ、だってヤフーファイナンス見に行ったら大抵乗ってるんじゃないですか。だからそういうことを全て排除してもコストを下げるためにもう経営を努力をしてるってことで、立花 E は
どのくらいの規模の証券会社ですか。ああ、ちょっと会社の規模っていうのはあんまり把握したことはないですね。私も知らない。ただ他の証券会社がこう基本無料って頑張ってるんですけど、はい、かなり無理をしているっていうか、これからどうするんだっていう感じがするんですよ。熾烈な戦いですよね。はい、ただ、はい、橘印証券はもともともうこのコストに抑えるためにそういうビジネスモデルがもうシープアップしてるんで、はい、だから要はこれ安心で言えばこれから無茶なことするかってこういうことで、要はあの疲弊していきにくい体質がもう最初からできてるできてると思うんですね。 SBI さんとか多分もうどうすんだっていうので中でしたかめちゃくちゃ。でも SBI も結構信用手数料下げてきます。あの基本0円っていうの長いよ、はいはい、うん、だからもう結構できてんじゃないかな、ね、なんでどんどん工夫していくと思うんですけど、うんうん、他のとこと比べると煎じてるっていうのがいい証券なんですね、うん。もう私口座開設しようと思ってます、はい、お願いします、まあ別に、はい、特に何も回し物じゃないんですけど、別にアフィリエイトもしてないないんですけど、はい、押しちゃうんですよね、はい、アフィリエイトすらしてないとして何もしてない本当にコストを抑えに抑えて知る人と知るっていう証券会社になってるそうですよ。はい、はいはい、あこれ しゃべりすぎちゃった、はいはい、で、はい、これ、まあ、手数料を安く抑えるっていうのはもうちょっと調べて口座開設するだけで、うん、まあ、圧倒的な差が、まあ、これ感じで明らかにあります、ね、出るんで、まあ、この辺まで来るともう明らかに差はないんで、うん、あのまあ、年2万円3万円しかもハードな取引量での、うん、話なので、はい、まあ、そこまで気にしなくてもいいのかなと思うんですけど、うん、やっぱり基本料がかかるところと比べると圧倒的ですね。ちょっとあの、うん、下手するとその年間の利益の半分ぐらい手数料だったわみたいなことに結構なるので、うん、なりますね、はい、その辺はまあちゃんと計算して、はい、あのどういう証券会社がいいかっていうのはちゃんとやってみてください、うん、はい、まあ、さっき大野道内さんが言ったように、まあ、ちょっと注意点として SMBC 日興証券ダイレクトコース NG 銘柄がちょくちょくあるので注意、ね、信用で仕掛けられないっていうのはあるんですね、はい、私ここ結構好きな、うん、IP をたまにあったりとか、そうですね、はい、で次ドン、はい、API での高速発注が可能、ね、AU 株コム証券。なんかこれよく見るとシャーザクっぽいロゴですね。本当だ、うん、なんでこんなロゴになったんだ。ワンクリック一括発注支援ツールが株コム API に一応対応してます。そうですね、はい、対応します、はい、よろしくお願いします、はいはいはい、でこれね、はい、前の時に手数資金量を二分割余裕がある人とかない人とかで、はいはい、まあ、2証券こう、うん、オープンにして、うん、まあ、資金を分けといた方がいいよっていう話を、まあ、前回はしてたんですけど、はい、まあ、なんかバツがついてる。もう今回は、まあ、はい、あんまり気にしなくていいんじゃないかなっていう、あの資金がある人用ない人用で、はい、この会社がいいんじゃないかなっていうのをちょっとお勧めしてたんですけど、はいはいはい、もうこうなってくるとこうなってくるとな、 2社ぐらいにはまあ口座開設して資金を分けとくべきだと思うんですけど、まあ立花E さんがいきなり止まったとか、ライブさんがちょっと止まったとか、まあ何があるか分かんないので、2つぐらい開けとくとまあ対応しやすいと、まあそのトラブルをその会社のせいにしてしまうだけで、まあは終われないじゃないですか。トレードしないといけないので、うん、だからそういうのも含めてリスク管理で、まあ、うん、証券口座を3つぐらいに振っておくといいんだけど、うん、まあ、今回はどこがいいっていうのが、まあ、うん、こうつけがたくなってきたので、はい、まあ、2、3個、うん、あの手数料無料のところをオープンにしておくのがいいんじゃないかなっていうのをちょっとおすすめした、はい、で、あともう一個最後に、うん、はい、口座の種類はどれが良い？種類っていうとあの一般とか違うんですね。違う、あ、源泉徴収ありなし、うん、はいはい、これまあ最近あんまり API は3年パックのみ対応ですか？あ、そうです、3年パックのみなんですね。申し訳ございませんけれども、ぜひちょっとね、はい、使っていただければとね、はい、お願いします。コストが上がってるんです、作るのに。はい、でこの源泉徴収ありなし選ぶときに初心者の方ってもうめんどくさいから源泉徴収ありにしようっていう選択が結構多いんじゃないかなと思ってまして、まあ、ありだったりしますね。でこれメリットデメリットがちゃんとありまして、はい、あの源泉徴収をされると利益がちょっと減るんですよね、うん、はい、拘束されるので、はいはい、源泉徴収として、ね、すぐ持って帰っちゃいますかね。そうなんです。お前儲かったなと思った瞬間にガッと持って持っていかれるので、あのよ別にパクられるんじゃないんですけど、要は、まあ、後で帰ってきますよね。後で帰ってくるんですけど、あのそれを源泉徴収なしにしておくと余力に反映されてるんですよね、うん、だから相場がガン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 動いて、うん、あのもっと仕掛けたいもっと仕掛けたいってなった時に、あの、うん、余力が
勝てば勝つほど増えていくので、うん、源泉徴収なしの方がいいと、うん、もともと確定申告どうせガンガン利益やったらしないといけないまあね、はい、遅かれ早かれ、はい、そういうのも含めて、まあ、源泉徴収なしにするのが私はいいんじゃないかなっていうので、うん、結構毎回おすすめをしております、はいはい、で、まあうん、あ、まあこれそういう話ですね、はい、はい、これあそうですね、はい、年間20万円以内なら持ってかれちゃうんですか、はい、あら、はい、でね、これドン、うん、最後、うん、でこれね、あの申し込みの時に選べるんですか、そうですね、であれ変更するのは年度の切り替わりの時だけなんで、うん、あの今やって明日から変わんないんですよ、そうですね、あの、うん、今やると次の年の1月からなんですよね、うんうん、だからあの思い立ったが吉日でやっとくのがいいと思うので、うん、はい、まあ、1月2月にそれ言うなよっていう話もあるんですけど年度だから、あ、もうそうか、もう終わっちゃってるの、終わっちゃってんだ、で12月からこの話しても結局間に合わないん で、 そうです、ね、はい、今からもうじゃあコツコツやっとこうかっていうぐらいの方がいいんじゃないかな、うん、ね、忘れて忘れないうちにやっとくと来年いいよって、はい、超アクティブ相場が来た時に、はい、